放送法政治的公平文書で名指しの参謀に関口宏が権力者がメディアの解釈を間違ってたんじゃないか変わらぬ姿勢に寄せられる応援3月12日に放送されたサンデーモーニング TBSK では放送法をめぐる一連の文書について総務省が7日に行政文書として認めたのを受けこの問題を取り上げた 番組で伝えた内容は以下となっている78枚の行政文書の中には総務省に問い合わせをした磯崎陽介首相補佐官当時のけしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるという発言が記載され具体的な番組として TBS サンデーモーニングの名前もと番組が名指しされている磯崎氏が政治的公平性をめぐって 放送法の解釈に追加的説明を加えるよう求めたことがうかがえる総務省側が菅義偉官房長官当時にも相談してはどうかと勧めると磯崎氏がこの件は俺と総理が2人で決める話俺の顔を潰すようなことになれば首が飛ぶぞ2015年2月24日付文書とど喝とも取れる発言をしたことが記されている 文書を内部告発者から受け取ったとして公開した立憲民主党の小西博之参院議員は3月8日の参院予算委員会で内部告発してくださった方の最大の思いはこの違法な解釈いつでもプーチン大統領のような人が現れたら日本の放送局を止めることができるそういう恐ろしい解釈をこの世から消して。 放送法を国民の手に取り戻してほしいとのことでございましたと発言磯崎氏のやり方に懸念を示した山田真紀子首相秘書官当時がどこのメディアも萎縮するだろう言論弾圧ではないか本気でこの案件を総理に入れるつもりなのか2015年2月18日付と発言したことが文書に記されている 当時の総務省だった高市早苗、現経済安保担当省は、3月8日に参院予算委員会で、捏造だと考えております。これどう見ても、磯崎、補佐官からの伝言というのも、全く私も大臣室長も秘書官も覚えていない。いや、ありえない、と発言。文書の内容は正確なのか、捏造なのか。 3月8日の参院予算委員会で、総務省情報流通行政局の小笠原秘局長は、聞き取りの結果を申し上げるには、相手方の意向を確認する必要もあり、ここでお答えすることは控えさせていただきたいと発言。岸田文雄首相は3月6日の参院予算委で、政治的公平に関する解釈は変わっておらず。 報道の自由兵の介入には当たらないと答弁したひとつらの流れを伝えた後はいつも通りスタジオで指揮者たちがコメント司会の関口博は当時の権力者たちがメディアというものの解釈をどこか間違っていたんじゃないかなという気が僕はしていますと発言したジャーナリストの青木利氏は文章を手にした上で一番の着物部分は 磯崎補佐官がけしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるという部分なんですとした上で時の政権幹部がテレビ番組をあるいは報道を取り締まる必要があるという発想は憲法が禁じる検閲になるわけです少なくとも時の政権幹部が このようなことを言うことが一体、我々の社会に何をもたらすのかをちゃんと考えなくてはいけないと思います、と訴えた。3月5日の放送で、司会の関口はこの問題に関し、いろんなご意見はあると思いますが、やはり我々は、我々のこの番組の姿勢を淡々と貫いていかなきゃいけないな、と私は思っております、と発言していた。 3月12日、ツイッターではサンデーモーニングがトレンド入り、変わらぬスタンスに批判的な声が多かった一方で、賛同する声も上がっている。さんもにも他のマスコミも萎縮しないでやってほしい。報道の自由を守らないとロシアや中国のようになる。今回の放送法文書の件で、サンモに関口氏は番組内で発言があったらしいが。 その他すべてのテレビ局が抗議や反省を含め何のコメントもないところにこの国のテレビメディアの情けない実情がよく表れとるわな中にはこんなコメントも時に関口さんも置いたなと思うこともあるけどこの文書読むと TBS サンデーモーニングの功績は大きいな今後も頑張ってほしい 8年前の文書が公開されたことで注目を集めた「サンデーモーニング」1987年から続く長寿番組は思わぬ形で存在感を発揮することとなった以下はネチズンのコメントをまとめたものです 自称ジャーナリストはすぐに政権を監視するのが我々の使命みたいなことを言うが実際今の報道を見ていると逆転現象が起きているつまりマスコミの思惑一つで変更報道捏造改ざんなんでもありしかも言いっぱなしで誰も何の責任も取らない新聞離れテレビ離れはマスコミが自ら招いたものだという自覚を持っていただきたい 橘元 N 党党首のことは全く好きになれないがテレビは国民を洗脳する装置とカッパした点については100%同意するコロナ禍しかり恣意的な報道姿勢が見るにあまりある変わらぬ姿勢に寄せられる応援サンデーモーニングに対する批判の方がはるかに多いにもかかわらず変更報道印象操作で盛り立てるメディア メディアの質の低下劣化をつくづく感じさせる記事そもそも報道における政治的公平性が境外化して機能していないことが問題だと思う最近のマスメディアは自社の思想が反映された変更報道印象操作世論誘導が常習的に行われているように思うメディアの変更報道を批判するメディアが存在せず 事情作用が機能していないため野放し状態でそれをいいことに好き勝手放送しているのが現状ではないでしょうかその代表格が「サンデーモーニング」変更報道印象操作世論誘導に熱心な番組を変わらぬ姿勢と応援してたきつけるメディアのレベル質を如実に表している。 少しは番組対する姿勢を振り返って反省した方が良いと思う少なくとも意見をことにするコメンテーターも起用して番組内で議論した方が良いと思うがな毎度変わり映えのしないコメンテーターが予想通りの内容のコメントをしていならぶコメンテーターからは似たようなコメントだけみんなでうなずき合っておしまいですよね問題に対する踏み込んだ議論も皆いむ 皆基本的に同意見なら議論になりようもない。そんな番組をありがたがるのはお仲間だけではないのでしょうか。この違法な解釈いつでもプーチン大統領のような人が現れたら日本の放送局を止めることができるそういう恐ろしい解釈をこの世から消して放送法を国民の手に取り戻してほしいとのことでございました。 では、ロシアや中国や北朝鮮が日本のマスコミを籠絡して国民を惑わすようになったらどうするのか。特定の者のがマスコミを買収したり圧力をかけて自分に都合の良い報道をさせたらどうなるのか。マスコミの懐は潤うだろうが国民にとっては迷惑極まりない話。放送を私物化して憲法を盾にして既得権を死守しているのはマスコミである。 報報道道ににおおける政治的公平性が境外化ししており、そのの、の代表格の3も2の変更報道を問題にした話だと思います。日本のマスコミの基本スタンスが是々非々ではなく政権批判与党批判が自分たちの使命がごとく報道しているためそれが変更報道につながっておりそしてそれを批判するメディアが存在しないことが一番の問題のような気がします。 そのことは中国国や北朝鮮をを利すす。るだけで、結果的に国益を損ねていますマスコミは国の指導者に小中高の模範性のようなレベルの人材を求めているような気がしますがその程度ではプーチンや習近平にはとても太刀打ちできません。